さあ、2P なんですけど、スタートボタン押していいんですかって今質問していたので、おそらくスト4勢だと思いますね。あのね、そのね、そのちょっとしたね、仕草だけでもね、何勢なのか分かってしまうというね。まあ、北斗勢だったら、北斗勢だったら、あれコンボ食らってる間にジュース買いに行くんで分かりますね。さあ、イベッタがランダムで出てきたと。なるほど。さあ、イベッタは確かに使いこなすのね、めんどくさいキャラクターですからね、ちょうどいい判定になるかもしれません。さあ、明美野さんですね、ジャン C、ジャン D で攻めていき、しゃがみ B から波動 A というのがラムダの、強い使い方ですね。さあ、ヘルワイヤー相手に立ち回ってますね。波動拳はね、 B、C は使わずにね、 A でやると隙が少なくていいですね。ちょっとレバーガチャをしていますが、そうです、このゲーム、レバーガチャやボタン連打をすると暴発技がね出やすいので気をつけてください。さあ、波動 B ですね、今もね、波動 A にしといた方が隙がなくていいですよ。さあ、ダメージがねあんまり変わらないんでね、無理してね隙の多い B を使う必要はない。さあ、漏れてしまう。おそらく本田使いですね、この漏れのね具合は。張り手がちょっとね多すぎますね。あ、その通りなんですか。私すげえ。さあ、出てくるのがサンドラ。まあ、サンドラはねボタン連打しても暴発することがないですからね、ガンガンいっちゃってください。ダウンスタート。さあ、カーセットが出てくる。さあ、投げの仕方を今教えている。おっと、カーセットのヘルパーをまた呼び出してしまうが、あ、なるほどね、今投げようとしてヘルパーが出てしまっていると。 AB ボタン同時押しをしてカーセットを呼び出してしまったと。なるほど。さあ、出てくるイベッタが弓矢で一戦。さあ、最後に出てくるのはカーセットですね。あれ、カーセットがアイテムがポーションなんですけど。さあ、ジャンプ、カーゼードジャンプ C 強いですからね、ジャンプ C を使って当たったら1回転というね、スト4と違ってですね、のけぞり中に投げられ判定あるんで、ジャンプ C 投げとかできるんでね。さあ、ジャンプ C。 さあ、前出しに総裁判定があります。ガンガン攻めても大丈夫。さあ、画面端、イベッタを逃がさないようにしたい。中断を食らってしまうが、ここで、さあ、当て身ですね。出てくる流れ、ちょっと体力が心もとないカーセットだが、一発逆転の力を持つのがカーセット。しかし、勝利したのはカンパシさん。ルーレットにしましょうね。ルーレット先やった方がね、持ちキャラが出る可能性が高いというね、なんかね、さ、空気を読んだいい選択でしたね。ブリトラを使うのあたりも交換ですね。この DWC はわしが育てましたね。さあ、エイリオンですね。さあ、DWC のエイリオンはね、トーチカリスペクトじゃなくてね、あれ、富武リスペクトですからね、社外のね、成分が多いですよ。さあ、飛び道具、この組み合わせ、基本的に辛いのですが、逆に言うとね、刺身さんチャンスですよ。ジャンシーをかぶせていくとエリオンね、かなりね対応しづらいので、ガン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 ジャンシーに飛び込んじゃってください。ジャンシーと、A 攻撃とかの削りでね、かなりねいけるはずです。さあ、ジャンシージャンビで攻め込むといいんですが、 DWC さんもねさすがにね慣れてるだけはあります。うまい具合にカバーをしてます。さあ、ラムダはこのまま画面端にねエリオンを追い詰めてしまいたいんですけれども、厳しい投げが決まり、さあ、1本目が出てくる DWC さんですね。さあ、出てくるカーセット。さあ、前が離れているとかなり厳しいのでって、アイスブレード持ってるのか。さあ、どうする。カーセットガンガン攻めて、技を知ってるのであればバーサクをしてねエリオンをやっつけてしまいたい。バーサクの出し方知ってるんでしょうか。真空竜巻ですね。真空竜巻で、さあ、この間はのけぞりませんよ。ガンガン殴ってガンガン投げてと、ここで脱出されてしまう。
難しいですね。アサンマ持ってないとちょっと難しいですかね。さあ DWC さんがね全くね空気を読まずにねガンガンいってますね。しかし当て身を食らってダウン。さあドルガンですね。ドルガンをドルガンし技知りませんか。ですねランダムに出たキャラクターですので技を知らないということなので、ね、技を教えておきましょうね。ねジャンプをジャンプして C やるとねジャンプ C が出ますね。あとはねしゃがんで A をとしゃがみ A が出るのでかなり強力だと思います。あいいですねそれですね。しゃがみ B でしたか。あこれですねしゃがみ A ですね。かなり強力な、ね、ドルガンの、ね、必殺技に近いものだと思いますね。さあ投げを決める。もう一回あいやこれは鉱石運びだ。私知ってるじゃねえか。しかも追加までね入れてねとここで暴発技と勝利したのはドルガン。さあ喋りすぎて喉痛くなってきたのでねそろそろ変わろうと思います。さあじゃあウサリンに変わりましょうか。ウサリン何か面白かった時のことをね考えて。はいポーンはいドーンはいドーン持ちキャラですか。じゃあもう一回もう一回ドーン持ちキャラですか。持ちキャラですね。はいもう一回ドーン持ちキャラですか。全部しょうがないこれはしょうがない。あ相手をミュート。あもうしょうがない。まあいいもうしょゆずさんこれ物言いつけられますけどどうします。このままいいっすか。もうなんということでしょう。ミューテーデにすればよかったけど3キャラ 全部ランダムで選んで全部持ちキャラが出るというこの意味不明な事態が起きてます。もうこれはしょうがないでしょう。まあしょうがないしょうがないということなんで、じゃあ、そうですね、気を取り直してユキトさん対オファギさん、クラックしっかりガードで。クラックルはそうですね、対戦する最中に総裁とか決めて殴ることもできるんですが、まあおとなしくガードした方がいいでしょう。ガード方向だけは気をつけてください。シャガシの動きがうまい。刻んで刻んで相手が飛びたくなるような状況を作ってしゃがみしを置いておく。で引っかかったらバカめと。さあ完全にもうコンボ分かってますね、おはぎさんの方は。さあナーガルの足し D はつなね当てるといろいろ入っちゃうっていうちょっと困った技なんで、ダークアウェイクでは果たして調整しないでください。お願いします。ダークアウェイクは調整してはならない。下手に調整するとね、なんかねダークアウェイク R なんかみたいなのものができちゃったりするかもしれないから。マジですか。サンドラの太ももとかね、脱衣 KO をつけてください。脱衣 KO をつけてください。フィーナーアルティメット KO をつけてください。さ あ, さあそんなことはいいんだ。さああっと途中から中断食らってしまうと。さあこれは削り切る。さあでもかなりいい勝負になってきますね。そして出てくるハースヘッド対ハースヘッド、どっちもゲージがあるということはやっぱりこうなった。どうしてこうなった。どうしてこうなった。こんなゲームダークアウェイクが、PS3 のダウンロードコンテンツで出るんですよ今年の夏に。で、ね、たった2000円で買えるんでみんなもバーサクしないかい。最後はジャンシー。まあごめんなさいね、全部ランダムで出ちゃったらもう何も言うことはなかった俺には。はい。